ありがとうございます大谷がタイムリー打ったと、はい、いうことで、今年度の大盆栽祭りお越しいただいた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。昨年が3年ぶりの開催ということで非常に盛り上がったわけですけど、昨年以上の方にお越しいただきまして、で大変嬉しく思います。ありがとうございました。やっぱり変化として3年やってなかった間の層の差というかをっていうのを感じました。今まではだいたい おじいちゃんとかいう方が多かったんですけど、昨年から引き続き今年も若い方に多くお越しいただきまして、需要の変化っていうのを肌感として感じました。はい、はい、なのでそういう方に向けてそういう初心者的な動画とかステップアップの動画っていうのをこれからもやっていきたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、はい、今回なんですけど、今回のお祭りでいっぱい仕入れたこの値上がりの御用松、はい、大体250ぐらいあったかもしれないね、数。それがもうほぼ売り切れてしまったっていうことで、はい、相当なお客様に買っていただいたんですね、うん、なのでこの木をどうやって作るのっていう方が多かったので、ちょっとそういうのを今回動画にしてみたいなと思います、はい、それぞれ木の形が違うので一概にそうとは言えないんですけど、うん、私はこういう木の模様だったらこうしますっていうのを動画にできればなというふうに思います、この木の特徴といいますと、この根上がりの部分ですね、うん、細い根っこが、動いているのと、この幹も一回転ここでしていて動きのあるような木ですね、うん、今の樹形でいうと少しここに流れたような車間っていうかになってますかね、うん、吹き流しというかなんというか、風に吹かれてるような木なんですけど、はい、今回はこの木を懸崖にしていこうかなと思うので、枝を少しクッと落として、より厳しさを出してあげればなというふうに思います、はい、ちょっと枝の剪定をしてあげたいと思います、はい、この木の年数はどれぐらいかな、6、7年ぐらいなんでしょうかね、うん、それぐらいの木で、極端に今強いかっていうとそうでもない気がするんですね、うん、これから成長していくような木なので、例えばこういう木の場合縮めたいからといってこういう太いところをバツっていくと、はい、おそらくこっちの辺も水が吸えなくて枯れてっちゃうと思うんですよね。今はこの木のこの太い部分がしっかり水を吸ってくれているので、うん、おこぼれをもらってこいつは生きてるんですけど、はい、ここでバツッといってしまうとこっちが枯れてしまって全部枯れてしまう恐れもあるので、急激な剪定っていうのはあんまり良した方がいいと思うんですね。なので、若干枝の混んでいるような場所だけを切ってあげればいいかなと思いますので、まずはここがもう、車枝というか本当にいっぱい枝が出てますけど、この主木主幹を軸に1本と考えると1234本一緒のところから生えてますね。いつも言ってますけどもセオリーとしては2股っていうのがセオリーなんです。なのでこれは後々は2本にしてあげるっていうのがベストなんですけど、急激にやりすぎても悪くなっちゃうとあれですし、何でしょう、寂しくもなっちゃうので、今回はこの枝をぐっと下げていきたいので、下にあるこの枝だけをちょっととりあえず落としていこうかなと思います。こうやってで、あとは少し去年の葉っぱ、一昨年の葉っぱですかね、軸の方にあるようなこういう葉っぱだけ少し落としてあげてすっきり見せてあげればなというふうに思います。去年の葉っぱも少しぐっと長くなりすぎている部分もあるので、先端の部分だけちょっと残して、あとはちょっと切っちゃおうかな。この辺もちょっと元の方に生えてる、これは一昨年の葉っぱですね、ちょっと色が違いますけど、で去年の葉っぱもちょっと透かしてあげて、でこの後はこういうふうに針金をかけてこれが落ちてくる効いてくるような枝にしてあげたいと思います、はい、今日はアルミ線使っていこうかなと、はい、しっかり刺してで植え替えの時に、はい、多分深く刺しすぎると邪魔になっちゃうから。ちなみに今針金掛けしていいんですか？目を傷めないように気をつけてもらってやる分にはいいと思います、うん、枝は柔らかいのでこの時期やんないのは新芽を傷つけちゃうから。そうですね、それは一番大きいですかね、うん、特に松なんかは冬の時期とか夏というか、こういう水を吸ってる時期の方が枝は柔らかいので、うん、曲げやすいは曲げやすいんですよ。ただ、うん、反応は出やすいですね、枯れるとか、うん、ちなみに植え替えはやんないですか？植え替えやりますか？なるべく平らなところを作らないようにっていうのは意識しながら、今だとこういう感じだったんですけど、ここが平らになっちゃう、直線ってことか、そういうのをなるべく楽してあげるようにやってあげる、はい、で極端にグッと力を入れない方がいいと思いますね。この先またのぐんぐん太ってくるので、うん、すぐ食い込むので開けすぎも良くないですけど、隙間が入ってもいいんじゃないかなと。こういう針金掛けの時に効かない針金をかける人がいるんですよ。要は細すぎるとか手くれとか、あとは番線が足りなくてちょっと細い針金を使っちゃうっていう方がいるんですけど、はい、それでグリグリ何回もやってるともうその時点で木質とか形成層を傷めちゃうので、うん、しっかり曲げる時は、1回で曲がるように。っていうのを意識しながらやってあげるといいかもしれない。アルミ線だと幹の太さの3分の2っていうふうに言われてます。3分の2、そんなに太くなっちゃう、はい、の太さの針金選んだ。そうですね。でこいつらも生かしながら作っていきたいので、太いやつかけてこいつらも操作していきます。針金1本かけるだけでもだいぶ印象は変わったなと思いますね。さっきの流れている木から落ち枝がいた、そういうなんだろう厳しいような印象に変わったんじゃないかなと思います、うん、ちなみにこれ私が畳み込んだやつもあるんで、やりたい人用にちょっと最後紹介します、はい、ちょっとの差なんですけどね、そういうのやってあげるとだいぶ変わってくるので。 T シャツ派手ですねそういえば派手な T シャツ着てるなと思って。でも思ったよりは売れた。でも結構一番残ったのもこれ、うん、このカラー。若い方がね、そう買ってくれましたよね。逆にね、ちょっとおしゃれな女の子みたいな人はその色を選びました、うん、おじさんは一人も選んだよ。あ、選んだ棟梁が棟梁これだった。その色だった。でも似合ってた。うん、とりあえずこれはねまだネットで販売中ですので、ぜひ概要欄から盆栽Qストアで購入お願いします。ちょっと下に出てるような葉っぱを取ってあげると、ちょっと根っこをほぐして、ここが縮まるようだともうちょっと縮めます。はい、こんな感じ。針金2本だけですからね、うん、2本だけでこうやって変わるのは面白いですよね、うん、なるほど。じゃあちょっと根っこをほぐしてみて、はい、で鉢がね今いいのが見当たらないんで、うん、私これいくらこれ、ほらあげる。私の鉢コレクションというか、撮影使えそうなやつらをからこいつをどうぞ。こいつ鉢底網をセットしてます。植え替えも初めてみたいな人結構いるんじゃないかな、うん、植え替えの時期は春ですか？そうですね、今ギリ。ただ梅雨時期ぐらいまでは、うん、まだ大丈夫できなくはないというか、うん、この御用で多分一番枯らす人が多いのは多分夏の暑さなんで、うん、結局これ御用松っていうのはどっちかっていうとここが高いところの山に自生している植物なので、うん、どうしてもこの辺っていうか、ここはさいたま市ですけど、はい、夏になると40度を超えてきますし、うん、夜でも気温がなかなか下がらないんですよね、はい、そんなとこもあってちょっと厚さが普段の環境と違うようになってしまうので、なるべくはちょっと、本当に西日は避けるようにしたりとか、電柱の日差しが当たれば僕は十分なんじゃないかなとは思ったりする。午後日陰になるような場所がいいってことですね。そうですね。ただ逆にもっと当てろって人ももちろんいるんですけど、この大きさの場合に限ってはそれはちょっと厳しいんじゃないかなっていうのは正直な。この大きさ。そうですね。やっぱりどうしてもこの父の鉢なので、気温とともに鉢の温度って相当上がるんですよ。この鉢とこの鉢で比べて絶対こっちの方が環境はいいんですね。だって何十度ってなっちゃうわけだから、そうするとこっちもやっぱりね、元はこういう環境にいたのがこういう環境になるから影響を受けやすいですし、やっぱ苦しめてるっちゃ苦しめてるんですよね。日光が穏やかに当たってもう日陰になるような場所に置いといていただけるといいのかなと思いますね。はい、枯れないのはもちろん枯れないですけど、ただリスクを考えると、なるほど。これはまだ若いのであんまり根っこがないと思います。もう本当に根っこは切らないでやってあげた方がいいですね。先の途中ですが、この動画の後に大盆栽祭りと並行して行われた春の盆栽祭りだっけ、大宮盆栽ウィークの中の大宮春祭りみたいな、の前夜祭ですね。前夜祭です。埼玉市長もいらっしゃったイベントでカントさんがパフォーマンスしてますので、その様子をこの動画の後編につけます。黒瀬さんが挨拶で行ってくださいまして、私がちょっとデモンストレーションというか、盆栽とは何かみたいな、そういうのでちょっと大役を仰せつかりましたので。そう、忙しい中行きましたね。ヘトヘトでした。ヘトヘトですよね。はい、こんな感じですかね。ちょっと同じような土をこの中に入れてあげましょう。それはどういう意味が？同じような成分であまり急激に変えないでっていう。若干でも黒っぽいのは切ってあげようかな。生きてはいますけどね、黒くても。ただ長すぎるから。黒っぽいのは酸化してるってこと？いやっていうわけでもないと思うんだけど。古いのかな。これが元気な、今ちょうど生きてるような感じですよね。伸びてるような。いろんな人が YouTube 見てくれてるなっていうのはすごく実感としてありました。もう何人に声かけられたかわかんないぐらい、ありがたかったですよね。僕普通にお店で接客して声で気づいて、ああ Q さんってなる。できれば真ん中にね、こういうのは植えてあげた方がいいので、正方っていうのが、正方とか丸は真ん中に植えます。ちょっと落ち着かせるために針金で押さえてあげましょうか。何を？根っこ。ちょっとぐらついてるから。ああ、その下から入れた針がある。できればちょっとね、粗いのは入れてあげたいんですけど、乾きはやっぱりねすごいので、ちょっと半々ぐらいかなというふうには思いますけど。これはまたでも乾いた方がいいんでしょう。ただこれはみんな多分初心者の人が多いかなという。難しいんですよね、乾かしすぎると枯れちゃうから。そう、ただ乾かし気味じゃないと弱ったりとか、そういう弊害があるので、このグラグラのところもしっかり根っこの間に土を入れてあげるとしっかり締まってくるので。極端に水苔ってする必要ないと思うんですよ。まず水苔は何のためにあるんでしたっけ？これは保湿のためですね。土が乾きにくくなるように保湿するために水苔やるんですけど、そんなに極端にやる必要はないと思うんですが、ただね、乾きは抑えられるので、最初のうちはこういうふうな対応をしてあげると枯らしにくいんじゃないかなと思って、今回は。やってあげましょう。土もこぼれにくくなりますし、ね。そうですね。ベビーオイルをつけた雑巾で拭いてあげると綺麗になります。最近こんなちっちゃいのやってないんじゃない？久しぶりですよね。久しぶりでしょ。動画じゃないとやんないもんな。やんないよね。ちなみにこの水苔には細かくした苔が入っているので、はい、これが次第に苔の成分が広がって緑に変わっていきますから。なるほど。はい、苔の成分っていうのはわかんないけど、巻き苔ってやつですね。巻き苔。はい、完成しました。はい、まあ本当に針金の半数でいうと2本だけ、うん、まあ1本でも十分できたのかなと思いますし、まあ、もっとこれが芽たちが元気になって枝が充実してくれば、また細い針金を使って棚っていうのを今度作っていくといいと思うんですけど、はい、第一歩としてはこれでね、だいぶ形が変わったのでいいんじゃないかなと思います。いろんな形があるのでこれ通りにいかないかもしれないんですけど、比較的全部作りやすいような木ばっかりを集めてきたので、ちょっと真似してみて根上がりの五葉松を楽しんでいただければなというふうに思います。夏場をしっかり乗り切っていただければまた来年は芽数が増えて楽しいと思いますので、夏を乗り切っていただいて、冬の針金掛けとかそういうのに向けて楽しんでいただければなというふうに思います。冬場にやってあげてもいいと思うんですよね、針金掛けは。で、来年の春植え替えでもいいと思いますので、急ぐ必要はないですから。ただこういう作り方できますよっていうのを早めにお伝えしたかったので、今日はこういう形に作りました。はい、これは同じ素材ですね。表面この辺だと思うけど。こういうの作るときちょっとは。なんだろう、うん、枝が長い方が作りやすいんですよね。少しだけ。そうですね。これは畳み込みの動画を見て作り方がなってると思う。挿し枝が一番長い幹のところとかになってたりするんで、まあ、こういうのもできますと。そうですね。新枝だからわけわからなくなっちゃったんだよね。食い込んでるしね。もう食い込んでる。ということで、はい、使いやすい素材だと思います。はい。また来年もあると思いますので、はい、これを参考にやってみたいという方は来年お越しいただければなと思います。はい、それでは前夜祭の動画を。はい、マッツ映ってますか？マッツ映ってない。はい、じゃあ前夜祭ちょっと見てください。はい。はい。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。もう間もなく6時からスタートとなります。お帰り途中の皆様、ぜひこちらのステージ。じゃあ。じゃあ。まあ、大盆栽祭りに絡めたイベント、大宮盆栽ウィークの一つの中の春祭り前夜祭っていうのがありまして、そこにデモンストレーションのような形で呼ばれましたので、はい、今日からこれからやっていく搬入です、はい、前日ですね、お祭りの5月2日です。めっちゃ疲れてます。そうですね、はい、これはもう一番僕らが忙しい。そうだから一回断りかけたよね。まあでもね、こういうのをやっていくのが大事なんですよ。重要だと思うので。今日は喋るんですか？今日は喋らない。今日は喋らない盆栽君だ。いつも喋る。いつも喋る盆栽君見てる。ご紹介いただきました、さいたま市長の清水勇人でございます。今日は大宮盆栽春祭り前夜祭ということで、多くの皆さんにお越しをいただきましてありがとうございました。盆栽を世界に発信していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当に今日はありがとうございました。皆さんです、よろしくお願いいたします。さあ、大宮盆栽春祭り開催されますが、そもそも皆さん盆栽とは何なのか、ちょっと定義の方がちょっとわからないという方も多いと思います。盆栽とは何なんでしょうか。はい、じゃあまずこの、盆栽というちょっと見えづらいですかね、漢字を、見ていただきたいんですけども、まず盆というのがですね、この、薄くて、平たいような鉢のことを指します。それに栽というのは植物を植えることを指しますので、植物をこの薄いような小さいような鉢に植えるっていうのが盆栽の定義になります。はい。なるほど。また改めてこの字に答えが隠されていたということなんですね。そうですね。はい。今日持ってきたのが、樹齢がだいたい60年か70年ぐらい経ったような木でしょうか。これ五葉松という木になります。五葉松の文字というのはですね、五葉と、五の葉っぱと書きますけども、この松の葉っぱが5枚一緒に生えているので五葉松という木になります。はい。この木はですね、ちょっとぐるっと回してみますと、非常に背が高いような木になっております。これをですね、盆栽の我々の世界では文人木っていう言い方します。文人蝶という言い方しますけども、スーッと細長いような木のことを文人と指します。ただ、今回の木ですと、やはりなんでしょう、いろんな盆栽にも欠点というのがあるんですね。はい。その欠点というのを我々の仕事によって、生かすのであったりとか、その欠点が見えなくするようにするっていうのが我々の仕事なので、今日は、ちょっとだけ、ワンポイント見方というのを変えてあげるだけで、もっと盆栽が引き立つっていうような作業をしてみたいなというふうに思います。まずこの木を見ていただきたいんですけども、立ち上がりと呼ばれるこの足元の部分からスーッと上に、木が、上がっておりますけども、一曲っていう言い方します。ここに1つの曲がりがあります。でここにも2つ目の曲がりがありますけれども、ここからずっと上に向かってまっすぐな幹が続いてしまっております。でこのまっすぐな幹というのがこの木の欠点になります。あとはですね、この細い木の場合ですと葉の量が多いんですね。文人の木っていうのは枝の数を極力少なくしてあげると、その細さっていうのが際立つっていうふうに言われてますので、少し葉っぱの量を、落としてあげて、向きを変えていくとこの木が魅力的に見えるのかなっていうふうな作業をしていきたいなと思います。もうすでに美しい姿のように見えますけれども、盆栽師の方から見るとより良くなるポイントというのが分かるんですね。そうですね、盆栽には流れというのがありまして、自然界の中で風になびいている姿を想像して作るんですけども、この木の場合どちらかというと皆さんから右手から左にかけて、強い風が流れているような姿を想像することができると思います。ただ先ほど言いました通り、ここの幹がまっすぐなんですね。そのまっすぐで単調というのが少し面白くないので、今回私は少しだけこのぐらい振ってあげて、で、作っていこうかなというふうに思います。振ってみますと、この立ち上がりの動きからずっと、ここら辺も、先ほどの視点にしてみますと少し単調といいますか、ただ単純にまっすぐだと思うんですけど、それを少しの差なんですが動かしてあげることによって、幹に動きというのが出てきました。この動きが盆栽にとって大切な流れの、一つの要因となります。まずは見る角度から違うということですね。でもう一度先ほどの話に戻りますと、この文人の木というのは、枝数を極力少なくしてあげたいんですね。なので今必要ない幹と枝が多いので、そこをちょっと落としていきたいと思います。少しだけ回転させていきます。この五葉松の場合ですと、今の時期すごく枝から松ヤニが出ます。この松ヤニというのは皆さんが知っている松ヤニなんですが、傷を保護するように、木が、傷を埋めるために松ヤニを出すんですけど、すごくいい匂いがするんですね。皆さん松ヤニって言葉をすごく知ってると思うんですけど、これって体験しないとその匂いっていうのは伝わってこないんですね。皆さんに今日伝えたいことはですね、盆栽という、ワードというか知識がありながらまだ触れたことない方が多いと思いますので、そういう方にぜひこの盆栽に触れていただいて、匂いであったり、手で触った感覚っていうのを体験していただきたいなというふうに思います。見るだけでなく香りも見どころ上手ということですね。あとはですね、盆栽の定義としましては、大きな三角形を作るというふうに言われています。ただ自然界に行きますとバランスの取れたものって絶対にないので、正三角形や二等辺三角形を作るんではなくて、一辺の長さが全て異なる不等辺三角形を作ると良いというふうに言われています。こうしてみますと、一辺の長さが一番長いのはここになりますね。こうすることによって流れが強調できるわけです。こういうふうな三角形がちょっと想像できると思います、でその三角形から少し逸脱した部分を今回落としていって、盆栽らしい姿にしていきたいなというふうに思います。ありがとうございます。じゃあ実際に続けていただきながら、続いての質問よろしいですか。では広田さんが考える盆栽の魅力というのはどういったところでしょうか。この木もそうなんですけども、盆栽というのは、種から育てたりとか、山から先達たちが持ってきたものを我々が手入れしていくんですけども、その間、今日に至るまで誰かが手入れをしていた。誰かが必ず毎日水をあげてたっていうのが重要なところですね。まずそこに感謝しながらやるわけなんですけども、改めて自分でこうやって木を触っている時にはですね、前の人のやりたかったことっていうのが、言葉を使わなくても伝わってくるというのが盆栽の魅力だと思います。この人はこういう意図でこの枝を下げたんだなとか曲げたんだなっていうのが伝わってくるっていうのが、この盆栽の一番の僕がロマンに感じるところですね。まさにバトンを受け継いで自分が次の世代につなげていくというようなロマンもありますよね。そうですね、そのロマンっていうのが私の、趣味というか考えすごく好きで、この世界にどっぷり入ってしまったというような感じでしょうか。一番長いものだと盆栽は何年ぐらい？そうですね、せっかくですので、さいたま市の大宮盆栽美術館というところが、私たちの盆栽村から近いところにありますけども、そこには蝦夷松といわれる北海道から、山鳥で採られたトドロキという木があります。その木は樹齢1000年、1000年という数字を聞いて、単純にすごいなっていう思いはありますけども、想像できないですよね。それを考えると、やっぱり盆栽の、偉大さというか、よくぞここまで生きてくれたっていうような思いが込み上げてきますよね。本当に感謝の気持ちが上がってきますね。そうですね。そこが僕の魅力に感じるところかなというふうに思います。美術館にもぜひ皆様、あれば足を運びいただきたいと思います。ささあ、この大盆栽祭りですが、今年で40回目ということで、2017年には第8回世界盆栽大会 in 埼玉が開催され、世界各国から盆栽ファンが集まってきたということなんですが、そしてまた再来年、令和7年には、盆栽村も開村100周年を迎えるということで、そちらに向けても今考えていることが廣田さんの方でおありですか？そうですね、それもですね、100周年という数字はやっぱり単純にね、すごいですけども、100周年続けるって相当なことだと思うんですよ。でそれを本当に私たちの先輩であって、黒さんもそうですけども、大切にこの文化を残してきた。で、我々次の世代の人間がいるので、それをいかにより発展させていくかっていうのが重要だと思うんですね。ただやはりこの盆栽という業界ですと高齢化が著しくてですね、やっぱり後継者不足が本当に深刻な問題となってますので、今はちょっと若手の会というのを、発足いただきまして。はい、この大宮盆栽村の中の集う若手たちで今後について考えていきましょうという会を、作っていただきまして、そこでも活動を始めております。でそれが今後の100周年でまた200周年と、そういうふうにつながっていくと思いますので、そういうような、活動を今後とも続けていきたいなというふうに思います。はい、YouTube の方でもですね、たくさんの方がご覧になっていると思いますので、若い方でも興味を持たれる方増えてきてるかもしれないですよね。そうですね、先ほど皆さんおっしゃってました盆栽祭りですけども、3年ぶりに去年開催しまして、今までは来なかった層というか、テレワークの中、新たな趣味を見つけたいというような若者の層がすごく多く、来ていただきまして、はい、やっぱりそこはやっぱり YouTube の効果も大きいかなと思いますし、やっぱり盆栽の魅力に気づいて、皆さん気づいてき始めてるような感じが見受けられました。なのでやっぱりそういうメディアを通して盆栽の魅力を伝えていくっていうのはすごく重要だと思いますし、今後も続けていきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。さあ、もう勢いよくサメを入れているような印象なんですけれども、でもこれも一つ一つ考えてバランスを見ながらサメを入れているんですよね。そうですね。この木にとって重要な枝っていうのはどれかっていうのを考えながら、切っていきますね。やはりこの木の魅力を最大限に引き出すっていうのが我々の仕事なので、やっぱり自分としては 120% 出さないとこの木に失礼だと思うので、そういうような意気込みで取り組んでますね。なるほど。またこれが後世に何十年何百年と続いていく一本かもしれませんよね。そうですね、盆栽っていうのは一時期の完成っていうのはあるんですけど、それはやっぱり一時の完成でしか過ぎないんですね。それを次の人がどういうふうにまた自分ならこうするっていうふうに、変えていくっていうのが盆栽の面白さなので、そこが先ほど言った言葉がなくとも伝わるっていうところですかね。そうですね、まさにこう世界からファンが集まるというのは、その言葉を超えたコミュニケーションができる表現があるというところも一つあるかもしれないですね。そうですね、そこがやっぱり面白いポイントなのかなというふうに思いますし、普段なかなかちょっとなんでしょう、先ほどから見て葉っぱの量を減らしましたけども、ここにこうしてみると、先ほどよりは、若干葉張りが収まってですね、この幹の動きっていうのがよく見えるようになって、この幹の動きをしっかり見せてあげるということが、この木にとっての、何でしょう、晴れ舞台といいますか、しっかり魅力が見せてあげなきゃいけないので、そういう仕事をちょっとやってみました。はい、ありがとうございます。改めて見ますと、このビフォーアフター、全く雰囲気が違うといいますか、見どころが伝わってきますね。このまっすぐな幹というのもですね、わざと少しだけこの枝を使って若干隠してあげるんですね。まあ、魅力と同時にここも欠点っていうのが存在してますので、そこは少し隠してあげるというのがこの木にとっての、まあ、なんでしょう、100% なのかなと思いました。はい、いいところもあれば短所もあるというのがまた味があって、そうですね、やっぱり 100% の木というのはなかなかそうないので、それを 100% に近づけるっていうのが、我々の仕事だというふうに思っております。はい、ありがとうございます。このね、短時間の中でマイクを持ちながらパフォーマンスをしていただきましたが、では改めて最後にですね、広田さんからこの盆栽の魅力ですとか、このお祭りに向けて一言意気込みを伺ってよろしいですか。はい、先ほども申しました通り、盆栽を未だに、盆栽という言葉は知ってるけどどんなものか分かんない人だったりとか、持ちたいんだけどなかなか一歩踏み出せないというか、そういう方にぜひ来ていただきたいですし、また盆栽好きの人にとっても、全国から業者がいっぱい一堂に集いますし、まあ、80件以上の業者が集まりますので、そういうような、イベントって正直世界に一つだけのイベントなんですね。もうそれは確実に言えることですので、その世界に一つだけの、盆栽のためのイベントにぜひ、お越しいただければなというふうに思います。はい、熱い思いをありがとうございました。それでは広田さん、改めてありがとうございました。皆様、温かい拍手をお願いします。お待ちしております。大丈夫ですか。よく喋ったんじゃないかな。あ、なんか熱量がこもってた。市長に言ってんのかなと思いながら。いたから。完全にそうです。やっぱりこんだけね。大宮の文化なんだから、そうですね、僕らが頑張ってるところ見せないといけないかなと思って頑張りました。見てますか、市長がこれを見てるかどうか、はい、頑張りますので、明日からをぜひ頑張りますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、これ出す頃はもう終わってるから。終わってるんです。どこ見ればいいですか。誰から？盆栽金の皆さん。こちらでお願いします。食べてみてください。終わり、ちょっとね、食べてもらって。じゃあお気をつけて。はい、はい、ありがとうございます。今日のもうちょっといきます。はい、はいチーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。